浜名湖。浜名湖は、静岡県浜松市、湖西市にまたがる湖。静岡県西部に位置しており、南部は、遠州灘に通じている。元は、サスによって供される、淡水湖が1498年の大地震と、高潮により、さすが決壊し外海と通じ、寄水湖となった。寄水湖には、海水と淡水の栄養素が集まるため、 魚などの生物が非常に豊富で魚類401種、甲殻類59種、軟体動物84種と、全国一の生物が生息しているとの調査報告がある。湖の面積としては日本で10番目の大きさである。形は複雑で、細江湖、稲佐細江、細江湖、稲佐細江、井の花湖、松見が、裏、将来こと4つの枝湾、水域を持ち、 これらの面積は湖全体の面積の4割に達する。このため、湖の周囲長は日本では3番目の長さとなる。また、寄水湖としては日本一長い。湖の北側と南側で水深は大きく異なり、北側は深く、南側は比較的浅い。近くに存在する、さなることは、一つの川、新川を通して繋がっている。なお、 河川法上は、浜名湖は二級河川と田川水系と田川として、河川指定がなされており、浜名湖に注ぐすべての河川も、水系では、と田川水系として扱われる。湖内南端付近に弁天島があり、湖内北部に、面積20ワールほどの松に覆われたつぶて島がある。湖の南部に比べ北部では、潮汐の時刻が遅れる。南の坂県庁所に比べ、 中ほどの村串で2時間ほど、北の奥浜名湖、井の花湖、細江や立山寺方面では3時間ほどである。うなぎ、海苔、蠣、すっぽんなどの養殖が盛ん。特に養殖うなぎは有名で、うな丼、うなぎ飯、うなぎぼーん、うなぎパイなどの特産品がある。輸入うなぎに押される形で養殖業者、漁獲量ともに1980年代から減少を続けており、 現在の漁獲は最盛期の1、3以下となっている。浜名湖独特の伝統的な漁法である滝や漁、獲物を光で誘引し、森でついて採取する漁法も有名で、これによって鈴木やキス、カレイなどが採取されている。その他、潮干狩りのポイントとしても一般に広く利用され、種としてアサリが採取される。また、浜名湖周辺は、 リゾート地として開発されている箇所も多く、ボートやヨットなどのマリンスポーツも盛んに行われている。浜名湖県立自然公園にも指定されている。浜名湖の歴史は、おおよそ40から50万年前の海新規、天竜川の堆積により、大地が形成される。次の海大気に現浜名湖付近に、谷を、形成、38万年前、第二海新規に、 入り江となる。この時三方原大地が堆積する。この解体期には、天竜川は三方、原、岩田大地に分裂させ、第三回新期に、浜名湖付近の沈降と、海面上昇で、原浜名湖に近い入り江ができる。第四解体期、約二万年前それに続く、中石油の海面上昇により、沿岸流が運ぶ土砂で入り口を塞がれ、現在の浜名湖を形成した。 中石油の海面上昇は、縄文海深、海深と呼ばれ、この後プラス3メートルからマイナス2メートルほどにわたる、海深、海体が数度訪れた。これにより、低地には、海岸線に平行な砂包みを複数残している。その最大は、優等で高さ10メートルである。縄文中期から、後期以降、浜名湖は、町内半島から日の丘より北にあり、その南は、 平野となっていて、川として、現在の弁天島駅付近で海に注いでいた。その後この大平野が消滅。平安時代には、浜名湖の出口は、現在の古西市に伊調、大倉戸に流れていて、橋が架けられた。この川を浜名川と呼び、ここを東海道が通っていた。一般的に湖名は遠心を海、東津川は海、遠丹海と呼ばれており、 東東海の語源となったとも言われる。一方、高坂高二などから、国府のある岩田湖、大野浦を指すとする説もある。ただし大野浦は、名称の通り浦であり、淡水湖でないことに留意される。この時代は、琵琶湖より東洋見つまり、淡水湖として認識されていた。浜名湖は海に近い湖であったが、湖面の方が海面より高く、 浜名湖より流れ出る川を海水が逆流するようなことはなかった。しかし、明王七年、1498年に起きた明王地震や、それに伴う津波により、浜名湖と海を隔てていた地面の弱い部分、砂ひさげが決壊し、現在のような気水湖となった。この大災害は、前坂から弁天島を分け、その津波により村全体が引っ越したことから村くし、 現在の浜松市西区、村区市町という地名がつくほどであった。また、飢餓の地震の神社の様が流れ着いた、元は、新居の神様など、記録や伝承が残る。この時に決壊した場所は、今切れと呼ばれ、その後は、私船で往来するようになった。今切れは、文字通り、今切れたという意味である。元気三年、1572年の三方ヶ原の、 戦いで徳川家康への援軍として参陣していた佐久間信盛が武田信玄率いる武田軍団との交戦をこの今切れまで撤退している近代での今切れの私は東西交通の難所として広く知られたが現在では鉄橋や道路なども道理安全に往来できるようになっている2009年4月の時点では浜松市西区北区古西市 浜名郡二位町、二位町は2010年3月23日付で、湖西市に編入にまたがっており、湖面の境界は定まっていなかったが、三市町により、東京離選主義により、境界を確定することについて協議が進められ、2010年1月7日には、市町境界決定書が、静岡県知事より交付された。 総務大臣への届け出により2010年3月16日付で協会が確定し発行した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。